噛む、お笑い。金村の投げミスでしょう。タミヤが攻守にこの低たらくならスタメンで使う必要ないわな。新庄が言ってただろう、野球がうまいやつらが集まってるのがプロだって。ともすぎであのタイミング、他のランナーならなかなか回せないね。際どいところ取ってもらえないのがきついな。3点差キープならとりあえず相手の攻撃面の作戦を少し制限させられるからね。はい、負け負け。高校野球までこの呪いのマーチを使ってたな。最初から1点はしゃあないって言ってたんだから、これ以上はあかんよ。今年のハムはロッテに強い、絶対スイープできる。高めでカウント取れるんだからどんどん投げさせればよいんだ。何回やるんだお前。タミヤがよくやるやつ。プロの集まりがなんだって。よし、ホス交代マルティネス。里崎、ちゃんと野球しよう。こんな流れのマリンは絶対逆転されるからな。打たれるならまだしも、これは良くない。タミヤもう下げろ、この試合はもう使い物にならん。新庄采配ズバリ、アンチイライラ。ご視聴ありがとうございました。